身長測定ってあんな盛り上がるんだな。お前ら騒ぎだ。今んとこ影山がトップか。で朝日ほぼ一緒じゃん。くそ負けねえ。あいつ前回から 5,6 センチをアップしてるな。やっぱ常に上に飛んでるやつは違うぜ。上ってスパイク打つときってボールに合わせようとするのが普通でしょ。でもフォームとか助走とかそれってジャンプ力を伸ばす一つの要因だと思うんすよね。影山が全部日本先方から行きます。行くべきでしょう。影山、今後インタビュー受けるときは菅原先輩という素晴らしい先輩に学びましたって言うんだぞ。はあ、すり込むなよ菅さん。抜け駆けずりっすよ。こういうのって実力とか伸びしろはもちろんだけど全体のバランスとかも考えられてるらしいからな。ほぼ初対面が集まるからまとめ上手のやつとかさ、リベロとかはまあその同じく12月の初旬、宮城県内の有望な1年生だけを集めた合宿を行うとが、言ってみれば疑似ユース合宿ですね。疑似ユース。外で揉まれるチャンスなんてなかなかないぞ月島。ルートはタケちゃんが細かく書いて渡してたらしいし。振ったのかな。え？は？日向、いつも言ってるが万全と回数をこなすんじゃねえぞ。常に試合の状態を意識してだ。本当にお前は周りの迷惑を考えなさいと言ってんだろうが。やるな日向。すが、あるいっすな。あはまあダブル田中が西野に引かれた。西野や、おらい西野。東京遠征で負けまくってからたまに勝ってもやりそうになることがある。わかる。おー日向影山無事かよ。菅原さんチョスチョスチッスチッス。お前ら再会早々喧嘩とかしてねえだろうな。早すぎんだろ。あ、いや逮捕されるからやめたそうです。逮捕？月島も合宿で成長したか。はあ、まあ、身長伸びたか。今のはなんだか。あれ日向と影山、あとちょっとだって。すっげえな。何が？合宿行って触発されんのはわかるけど俺なら一息つきてえわ。どんだけバレエ好きだよ。でも相変わらずすげえ威圧感。うわブロック3枚。影山は一発目あの高い3枚壁の上をあえてぶち抜きたかったんだろうね。ずぶといやつ。でも気をてらいすぎたのかな。横移動早っ。2枚きっちり揃ってるし。西野ナイス。全然気づかなかったな。プレー中に気づく影山も言われてすぐ思い当たる西野屋もすごいですね。西野屋さんにあんな風に言うのがすごい。言いたいように言われたら喧嘩になるくせに。っていうか影山が何でもちゃんと言語化できると思ったら大間違いだぞ。全くです。でもん、一言多いとか言い方がムカつくのとかいつもだけど。多分言われなくても分かってるやつ。朝日今日ダメだな。どうした？とか言いつつ田中は自分に言われたことは多分聞くよな。仲間への礼儀に厳しいだけで。まあな。今の影山は自分は間違っている可能性があるって分かってるってこと。惜しい。でも今の高かったな。お前の本質は王様なのだ。お前はずっとそうだろ。いいゲス顔だな。ゲスリードブロッカー。ややこしいわ。おお、かなり合ってきたな。月島
元がでかいから今までも打点が低いとは全然思わなかったけど、もっと高くから打てたんだな。やっぱりしんどそうだけどな。小金、あ、伊達校のセッターと合わせた時はたまにあのくらいの高さで打ってました。ほう、月島ってこうコンパクトにパパーって打つ感じじゃないですか。助走もスイングもトス低くなりがちだしな。でも小金はトスが高めにずれちゃうことが多かった。なんか育ったな。はい、それを引き出す影山やっぱやべえっす。月島にも高さで負けたくないっす。いや、お前もさ。おお、いやー、今のは完全にブロックすげえだな。伊達校のブロックが日向を気にしてるな。大地、大地。ああ、月、月島、本日スタミナ切れって感じだな。昼飯食ったのにな。お前と一緒にすんなよ。じゃない。はい、ありがとうございます。やっぱ伊達校威圧感がすげえな。絡まれたくないナンバーワン。モニア君は優しげだろう。いやいや、鉄壁にね、二人組を従えてたやつだぞ。あれ、ごめん。みんなで初詣なんて初めてだな。正真正銘初詣ってな。おい、ってことは去年のは何なんだよ。ただの詣かよ。おい、いい加減にしろよ。違う、お前が落ち着け。すが、お前は多少のリアクションしろよ。朝日は？ああ、悪いの出たらへこむしな。大丈夫だ、考えすぎ。マジか。お前持ってんな。大凶だったらネタになるし、逆にラッキーみたいな感じあるけど、微妙に今日。末吉、そっちの方が微妙じゃねえか。神様にズーズーしいと思われた。神様はそんな心狭くねえさ。まあ試合に勝てますようにくらいは思っちゃうよな。おお、清水、行っちゃう？今それ行っちゃう？ガッツ！うん、いつもしてる時間だ。平常心かっけえっす。というか平常心のための勉強だな。ルーティンみたいなもんだ。朝日は何回全員分の俺すげえ動画を見る気だよ。新山女子高等学校。よし、平常心。自分に言ってんのか大地。うっせ。大丈夫だ、死なねえから。やっぱり緊張すると手がなかなか温まんねえんだよな。手袋をいりますか？あ、いや大丈夫。お前は緊張とかしねえの？しますよ。今はしてません。なんだよ。ここは通過点っすから。くそ、大物め。あ、今なら5メートルくらい飛べます。マジかよ、頼むぞ。体験入部ですでに口だけ返事。センスは良さげだ。月島は得意なことでなくてもそれなりにこなす。でもこれは少しのぎこちなさと。いったら日向！菅原さん、後ろマイナスってなんすか？日向影山のマイナステンポのバックアタックのことだよ。よくね、よくね。おお、後ろに日向さん一本ナイスだ！温まったところじゃないよ、疲れたよ。菅原さん、声真似やめてください。影山は通過点って言ったけど、俺はやっぱりとうとう来たって思っちゃうよ。ナイスだ。うまいことセッターの出てくるところを狙いましたね。4番寺泊、高さもパワーもある。体の向きに正直なコースで打ってくることが多い。スモッキョは田中スタン。しかし菅原いる。一番丸山、ブロックアウトがうまい。でもフェイントの可能性も捨てない。田代さんと黒川君が来てる。大
チ気づいてなかったのかよ。俺も途中まで気づかなかった。小さい方は何者と言えばいいのか。元気小僧。運動能力お化け。中学では完全に無名っすね。得体が知れない。まさにそうだと思う。よし。おお、すげえ。清川のエースに感情移入しすぎかよ。気持ちいいレシーブだ。試合どんなだ。なんかすげえやついる。カモメダイの5番。ああ、これだ。おお、すっげえ。ひな、ちょっと思った。完全に取り越し苦労だったんだぜ。え、そんなにはるばるじゃねえし。女子はシードだっけ？インハイ優勝だもんな。どっかで調整してきたのかな。女王感。高校ナンバーワンセッターって言われてるやつだよな。あれか。たとえミア厚みを崩しても。あ、そういえばさっき。両方を持ち合わせた最強の挑戦者。テレビで特集されてんのもよく見るもんな。大地がやっと復活した。日向が上がったトス以外に気を取られるって初めてじゃねえか。ずっちゃー。だんだん速くなってる。一瞬で目の前に。よし、チャンスはいるぞ。流した、ラスト。チャンスはいる。おお、来たー。パスキン、頭を下げてなるものかという固い意志を感じる。なれろよ、こういうの多いぞ。公式戦行くと結構ひそひそ言われるよな。はあ、あれな、落ちた強豪飛べないカラス。お前それ何した。大地ナイスレシーブ。他のやつは、レフトから落ちるアラン、止めろ。王子のアラン、ダイレクトで決めた。決勝か龍之介、稲荷崎有利の空気を切り裂く一本です。西野屋の仇は取る。死んでねえっす。 2-0 でかっさらうぞ。稲荷崎をイラつかせてやる。行きます、カラスの菅原。もうい、皆さん来た。ん、ナイスキー。朝日がいつになく頼もしいな。日向がビビってどうする。職人芸だな。木下、10点取ってこい。木下一本ナイスサーブ。すんません。木下さん、ナイスサーブです。いいとこ狙えてたぞ。おい、あ、お前がここぞってところでかっこよく決めるチャンスは別に今日で終わりってわけじゃねえんだからな。はい。怖いってはっきり言えることがすげえな。なんとスパイカー。なんなんだよ、クソ。よしよし、ナイスキー、ナイスキー。帰る、カラスの命拾い。くそ、リベロ不在ながら強烈な攻撃を負けて見たかよ。あ、苦しい。速攻合わない。東で朝日ノータッチ。もう一本。今光栄だろ。ずっと無茶な攻撃をつなぎながら見事に決めてきた田中龍之介。同点に引き戻す渾身のサービスエース影山。頑張れ頑張れ。いけでしたね。カラスノの背中を掴んで離さない稲崎。お、
が整う。もっかいもっかい。観客、いや観戦してる選手も何とも思わないかもしれない。ただのパス。やっべえ、泣きそう。なんなんだお前ら、チキチョーこの野郎。月島までシャットダウン仕掛けてんの初めてだな。飛んでましたからね、今日。お？はい、では続いてスポーツです。山下さん。ガラスの高校、あー、撃った、俺すが、顔がやべえ。ひどいな、これ。お、清水。え、お？あ、やっぱ今のうちにサインもらっとこう。あいつサインとか考えるタイプじゃないだろう。ただの署名。よっしゃ、俺が考えたろ。ハートマークとかつけたろ。やめろやめろ。田中も今日すごかったよな。あ、超クロスな。からの？いや、冷静っつったら月島。俺は泣いた。いや、わかるけども。いや、なんかあいつら見てるとさ、負けたくない。